皆さんは東名高速や東海道新幹線を利用していて、こんなことを思ったことはないでしょうか。静岡県、東西に長すぎる。まあ皆さんがそう思っているか思ってないかは別として、私はね、そう思ってるんですけど、まあそこでですね、こんなことを考えつきました。東西にクソ長い静岡県を徒歩で横断したらどれぐらい時間がかかるんだろうか。というわけで、今回はそれを実際にやってみようと思います。三島市の三島駅です。いや、東の端っこから歩くなら熱海から歩けよと思われるかもしれませんが、ちょっと熱海から歩くのはね、山越えが嫌なので、今回は三島から歩くことにします。でもまあ三島もね、一応神奈川県に隣接してるんでね、はい、はい、今回の企画はここ三島駅をスタートとして静岡県の西の端っこ湖西市の新所原駅まで歩いていきます。午前10時20分三島駅を出発します。今日の目的地はここから約36キロほど歩いたところにある東海道線の由比駅です。富士山が見えますね。まあ頭だけしか見えないけどね。はい、沼津市に入りますね。この動画をね、撮ってんのは1月1日なんですけど、その割には暑い。これ20度ぐらいあるんじゃねえの、これ。腕まくってても暑いもん。なんでこんな暑いんだよ、もう最悪だよ。うわー、さあ国道1号に出ましたね。さすが国一というだけあって、沿道には有名チェーン店が軒を連ねていますね。ちなみに今日はもうただひたすらに国道1号を突っ走るだけになりそうですね。さあスタートから約2時間が経過しました。今はだいたい 8.4 キロぐらい歩いた場所ですね。いやー、それにしても今日は富士山がよく見えますね。まあこの沼津のあたりは、この手前に足高山があるのであんまり富士山は見えないんですけど、この先そうだな、多分吉原とか富士のあたりまで行けば、しっかり富士山を見ることはできるんじゃないかなと。さあ富士まではあと13キロですね。由比までは25キロぐらいかな。結構長いね。まあ本当はね、今日富士で打ち切ろうかなとも思ったんですが、明日さった峠を越えて静岡まで行く予定なんで、さすがに今日のうちに距離を稼いでおきたいですよね、やっぱ。うわ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 、おい嘘だろ、本当なんで通行止めなんだよ、ふざけんじゃねえ。てか今日30何キロ歩いて明日以降歩けるんでしょうかね。もしかしたら無理かもしれないな。ムリーロだわ、アガスティン・ムリーロ。昔楽天にいたアガスティン・ムリーロだわ。ちなみに現在私はですね、東海道線の原駅の近くを歩いています。なのでこの先駅で言うと東田子の浦と、吉原を通過して、富士に至るという感じですね。三島駅を出て3時間10分が経過しました。この時点での歩いた距離は約14キロですね。ちょっとトイレに行きたくて、なおかつ水も欲しいので、ここにあるドンキに今から行こうと思います。いやー、もう疲れのせいで露骨に口数が減ってますね。ちなみに由比まではあと14キロぐらいあります。
ちなみに今スタートから、5時間15分ぐらい経ちましたね。ここは多分三島から24、5キロ歩いた場所だと思われます。今コンビニで買い物ついでにトイレに行ってたところなんですけど、トイレから出た瞬間にですね、スマホの地震のあの警報が鳴り響きまして、おなんだと思ってみたらですね、石川の能登の方で震度7の地震があったようですね。2024年は最悪な始まり方になってしまいましたね。というよりとりあえずテレビのニュースを見たいんですが、まだホテルに行く時間までは3時間ぐらいあるんで、しばらく見れそうもないですね。あ、でも目の前に道の駅富士があるので、あわよくばあそこでテレビが放映されてるかもしれないんでね、とりあえず行ってみますか。あの思惑通り道の駅の休憩室みたいなところでニュースが流れてたんですけど、富山県の入善の様子が映し出されてましたね。あの入善はあの個人的に愛の風富山鉄道で何回か通ったりしてるんで、まあ、思い入れがゼロではないのでね、まあ無事であることを祈るばかりですね。まあ、思い入れがゼロの土地でも無事なのが一番なことに変わりはないですけど。富士川を渡ります。富士川は家庭用の交流電源の周波数の境目となっています。この川を境に東側、つまり私が今歩いてきた富士市の方が 50Hz、 西側の静岡市の方が 60Hz となっています。進行方向左手には伊豆半島らしきものが見えますね。いや、いいですね伊豆半島ね。いや、僕伊豆半島は行ったことがないのでいつか行ってみたいですね。今日の朝三島から歩くのをやめて伊豆半島に行くという選択肢もあったわけですが、まあね、歩くのは若いうちしかできないけど、伊豆半島行くのは年取ってからも行けるからね。あ、そういえば富士市って夜景が有名でしたよね。あの夜景じゃないですよ、夜景ね。まあ夜景ぐらいいるだろうけど、まあともかくですね、富士市はあの夜景が有名なんですよね。はい、こんな感じで、うん、まああんまり映りは良くないけど、工場の夜景を見ることができます。さあ三島沼津富士と来て、今度は4つ目の市町村静岡市に入ります。ちなみにここは静岡市清水区ですね。あ、ちなみにこれいろんな動画で言ってますけど、ここ清水はですね、ちびまる子ちゃんお小遣い大作戦の舞台でもあります。はい、今新神原駅なんですけど、この駅の近くのベンチで、足の治療をしつつ、20分ぐらいぼーっと座ってましたね。いやー、もうなんかね、この足の側面がめちゃくちゃ痛いんですよ今。どうしようかな今日。さあ、あとちょっとで神原駅ですかね。んじゃあ今日は神原までにしよっかな。あと一駅で優位ですけど、まあ一駅とは言っても4キロぐらいあるんで、こっからさらに1時間歩くのはちょっと嫌なんでね、今回は神原で終わることにします。さあ、おそらくこの交差点を曲がれば駅のはずです。着いた。神原駅に到着しました。それではここで1日目は一旦終わりですね。スタートした時は今日の目標は由比駅ですみたいなことを言ってましたが、結局一駅手前の神原で断念することになりました。はい、ちなみに今日歩いた距離と歩数はこんな感じですね。さあ、というわけで1日目はここで終了となります。2日目以降も引き続き見ていただければ嬉しいです。それではさようなら。